今回の講座はイラストや絵画だけでなく 3D モデリングなど様々な分野で活用できる人体についての知識を網羅的に学んでいただける美術解剖学の入門編です。人体の部位ごとに基本構造や名称といった基礎から筋の色分けなど応用へと時間をかけて解説していきます。こんにちは、美術解剖学教員の加藤浩太です。人体を表現するあらゆる分野のアーティストに美術解剖学を教えています。終盤では講座を通して学んだ知識をもとに有名作品を解析し、自分や他者の作品の人体の違和感に気づける目を養うポイントをお伝えします。美術解剖学で学んだ描画スキルと解剖学の現場で学んだ知識を生かして、両方を学んだからこそお伝えできる専門知識を詰め込みました。今回の講座では本で学ぶだけでは理解しづらい点を中心に動画でより分かりやすく解説していきます。無期限視聴可能な講座動画に加えて、提供される教材資料に実際に書き込みながら練習することで、より知識を身につけやすいカリキュラムにしました。初めて学ぶ方も、すでに知識がある方も、この講座で美術解剖学の理解を深めていただけたら嬉しいです。私は美術解剖学教員の加藤浩太です。コロソでお待ちしております。